アブラハムの宗教のシンボルマークアブラハムの宗教とは、聖書の預言者、アブラハムの神を受け継ぐと称するユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三宗教。初期のイスラームはこの概念によって、先行するユダヤ教、キリスト教とイスラームは、立場が同じであることを強調した。セム族の刑事宗教、あるいは単に刑事宗教と称されることがある。 比較宗教学の観点ではインド宗教、東アジア宗教と並ぶ三分類の一つに位置づけられる。神の言葉をまとめたものであるとされる聖典に重きを置く。バハーイー教のような三宗教から派生した宗教を含める場合もある。2006年現在、アブラハムの宗教の信者数は約34億人と推計されている。アブラハムの宗教の分布と、東方諸宗教、 創世記によると、アブラハムには二人の息子、イシュマイルとイサクがいたという。イシュマイルは、アブラハムの妻サラの奴隷ハガルが生んだ子、イサクは、アブラハムの妻サラが生んだ子である。ユダヤ人は、イサクの息子、ヤコブの子孫であるといい、イスラム教のコーランは、アラブ人を、イシュマイルの子であるとする。創世記では、ヤコブの、またの名がイスラエルであることから、ユダヤ人は、イスラエルの民と呼ばれる。 イスラエルの民の神との契約を記した書がタナハであり、キリスト教では旧約聖書と呼ばれる。キリスト教はアブラハムの子孫であるナザレのイエスを神の子としてメシアである大祭司であり大王と認め、イエス以後の神との契約と歴史を記した新約聖書を旧約聖書と共に聖典とする。なおユダヤ教やキリスト教が聖典とする以外にも偽典や外典が存在する。 イスラム教は、イエスと、モーゼラ、ユダヤの預言者たちを神によって選び出され神の言葉を伝える使命を帯びたものであると認め、ムハンマドを最後の預言者であるとした。イスラム教は、ムハンマドに下された啓示をまとめたコーランが最も忠実に神の言葉を伝える経典であると考える。ことから、モーセゴ書、詩紙インジールを経典と認めはしても、これに重きを置くことはない。そのため、 ユダヤ教団やキリスト教団と比べ、アブラハムから遠い。また、経典と認めると言っても、現在キリスト教徒やユダヤ教徒が使っている、そのままの形のものを認めているわけではなく、本来あった、正しい形のものは失われ、現存しているそれらは書き換えられたものだとしているため、歴史上の参考資料などには利用しても、それらを経典として用いることはない。また、 キリスト教とユダヤ教は少なくとも旧約聖書の部分では世界観を共有しているがイスラームの世界観はそれらとは独立して存在しているイスラームの預言者現象では聖書と共通の人物の話であっても人物の親族名称や舞台活躍した年代などが異なる例が多いイスラム教による伝統的な呼び方ではユダヤ教及びキリスト教徒を 経典の民と呼んだ。その他、マニ教やバハーイー教などの宗教も、アブラハムの宗教に分類される。アブラハムの宗教はいずれも一神教であり、偶像崇拝を禁じている。何が唯一神で、何が偶像崇拝であるかということは、それぞれの宗教によって異なる。アブラハムの宗教という言葉は、クルアーンの中に、しばしば登場する。ユダヤ教、キリスト教、 イスラム教を起源の経類や類似性から一つの宗教群として標識する試みは独自に幾度も行われている。そのため、これら三宗教は砂漠の一神教、聖書宗教、経典宗教など多くの総称を持ち、アブラハムの宗教もその一つである。ありがとうございます。